まあ、走っていくんですが、まずこの右側がこれね、これワイパーの設定です。で、一回これ上に上げると一回だけ行きます。下には下がりません。で、手前に引くとウォッシャー液が出てきます。で、奥に行くと後ろ側のワイパーウォッシャー液が出て動くということになります。あと、完結ワイパーなので、奥まで行くと全開モードで、その手前がローで、この後完結ワイパーなので、ちょっと時間が経って動くと、結構細かな設定ができます。一番低くするとかなりの時間がかかります。で、奥にしておきましょうか。で、この真ん中がですね、これが後ろのリアのワイパーですね。見えますかね、リアのワイパー。リアのワイパーを動かすのはちょうどこの真ん中のところでリアワイパーを調整します。左側は、これはウインカーですね。ウインカー、ちょっと1回上上げると、3回だけカチカチカチっていうし、下に行くとカチカチカチっていくし、まあ深く上げればいきます。ずっとなってると。あとは、ここがまあハザードランプのボタンですね。ハザードランプのボタン、ここにあるので比較的押しやすいですかね。あと、この右側のこのサイドにある、このやつが、この一番右側ですね、これ、光の軸ですね、後軸ですね、後部座席に人がいっぱい乗ってたりとか、重い荷物乗せてるとフロント側が上がり気味になるので、対向車の眩しくなるので、これを下げるために下げると、後軸が下向きになります。まあ、普段は、一番上にしておくと。で、こっちがですね、車内の一番上に上げると車内のランプがついてきます。下げていくと全体的に暗くなります。真ん中のこのモニターとかも全部暗くなっていきますし、で、ここね、手のとこ上げていくと、じゃあだんだんだんこう明るくなっていくと。だから基本は1個手前にするだそうです。では、まあこの状態で、ちょっと走っていきますか。で、ドライブに今入れて、で、サイドブレーキを下ろして、で、まあ走っていくと。まあ音はかなり静かですよね。かなり静かです。で、かなり小回りも効きます。最小回転半径が 6.2m で、そんなに違和感はないですね。どうですかね、かなり静かですね。ちょっと大きな道まで行ってみましょうかね。今このオフロードもピッチアンドロールがこう今画面に出てきましたね。まあ、何か条件があるんでしょうけど、今ちょっと分かりません。音はかなり静かですね。で、ターボなんですね、この、グラナイトのスポーツはこれ2リッターの、直四ターボエンジンを積んでありますが、ターボのラグが若干あります。まあ、ちょっと踏み込んでみると分かるんですが、今踏み込んでからまあコンマ5秒ぐらいちょっとレスポンスの遅れがまああります。まあ、これはターボラグですね。まあ、にしてもまあ加速感はまあ半端ないですね。半端ない。で、
車幅間隔もですね、この前のフロントグリルのこの形を、軸にしてこう見ていくとすごくこう分かりやすいと。ちょっと右折していきますね。でこの時このサイドのこのモニターのところに行くと、まあどれぐらいの幅のところにあるかが、まあ、見れます。で今あのエンジンが今切れてますね。ストップアンドゴーのところが効いてるので、で今これあの Google マップが今起動しているので、まあ、ちゃんとしたナビではないですけど、スマートフォンとつなげると Google マップで一応簡単なナビ代わりにはなります。今ちょっと私のこの運転席側のこの目線で今これ見てますからね。そんなに飛ばせないので、おとなしく運転してはいきますが、今のスピードメーターをまあ見ると今これまあ40、これはマイル表示になってますね。キロメーター表示するとこうですね。でちょっと出しすぎてるのでこれで今60キロぐらいまでちょっと落とします。車高が高いので、スピード感はないですね。ただちょっと、直進の安定性があまり優れてないというか、結構運転しながらのこの微修正とかね、あの方向打を修正をね、修正打を当て続けなければいけないという形で、なんかあまりまっすぐ走ってくれないですね。でコーナーで交差点でこう曲がった後に、まあ、普通の車だとこう勝手にハンドル戻ってくるんですけど、この子はですね戻ってきませんので、最後まで戻りきらないので自分で戻さなければいけないっていうのが一つありますし、まあ、加えて言うとさっき言ったように修正打を当て続けなきゃいけないですね。今これちょっと見てわかりますか、こう微妙なんですけど、まっすぐ走ってくれないというか、そのハンドルの挙動があまり普通車と比べるとよろしくないですね。まあ、この車の個性なのかもしれませんが、まあこれ言ったのがきっとオフロードに行くと生かされていくんだろうなというような感じはします。まあ、いずれにしてもちょっとこうまっすぐなかなか走ってくれない、これが一番気になりますね。この微妙なこの運転の修正をしているのが分かりますでしょうか。で結構ハンドル切るこの量も、結構多くないですか、こうやって見てると。遊びが結構あるんです。で遊びがあるくせに、まっすぐ、推進してくれないので、非常に直進の安定性にちょっと乏しい感じしますね。これはスピードを上げていってもこの感覚は一緒です。高速走っても同じ感覚だったので、ちょっとこれは疲れるなというような印象を受けてます。まあ、それ以外に関してはですね、ハンドルは軽いです。パワーステがかなり強力に効いているので取り回しはすごくしやすい感じは受けますが、まあ、この直進の安定性だけですね。でアクセルのこの踏み込んだ時の、まあ、パワーというか馬力もですね、3000回転ぐらいでピークで400ニュートンメーターのトルクを出していくので、加速感は半端ないですね。おそらくサハラよりもトルクが太いので踏み込んだ時のなんですかね、こう後ろに押し付けられる感はスポーツの方がサハラよりも上だと
数値上からもまあ分かります。ただまあ最高速度に関してはサハラの方がまあ馬力と回転数が高いので、もちろんサハラの方が最高速度は行くんですけど、まあ、日本の中で、ラングラー乗って最高速を目指そうっていう人はまあいないと思うので、高速でこの追い抜くだとか加速をするだとかっていうことに関してはスポーツの方が、まあ、ちょっとジャージャー馬感が出てますけど、非常にスポーティーな、ね、まあ、スポーツと言ってるわけですがスポーティーな感じをやっぱりします。ただあの乗り心地に関しては、これ17インチのホイールで、まあ、ちょっと肉厚なタイヤを入っている関係で、それから AT タイヤ入っているんですね。ちょっとゴツゴツしたような感じは受けます。まあ、サハラの方は18インチを入っていて、まあ、薄厚のタイヤを入っていますが、まあ、ちょっと静かな、感じになるかと思います。で今走っててこうね、あのエンジンの音ってまあほとんど聞こえてこないんですよ。で今回転数も見えますかね、この辺ですけど、だいたい1500回転ぐらいですね。で高速走っても2000回転いかないかったですね。100キロぐらいで走行してても、まあ2000回転いくかいかないかぐらいで、かなりおとなしい、感じを、まあ、受けてます。まあなかなかオフロード、私はまあ行かないですけど、ここ北海道なので雪道、どうなるかは、まあ、ちょっともう雪解けちゃったのでわからないですけど、ちょっとチャレンジしてみたいなと思います。まあ、こんなところですかね、レビューとしては。では。